車中泊からスポーツまで幅広いラインナップは大きな強みホンダのコンパクトミニバンフリードは2代目となる現行型が2016年9月にフルモデルチェンジしすでにデビューから6年以上が経過していますが依然として高セールスを維持しますフリードが今も人気を集める理由について紹介します 車というものは常に進化を続けており、対外のモデルは登場から2年前後で比較的大きめなマイナーチェンジを実施し、5年前後で新型にフルモデルチェンジを果たすというサイクルを続けています。中には長期間フルモデルチェンジを実施せずに販売が続けられているモデルも存在しますが、それは商用車であったりラインナップから、 消すほど売れてないわけではないけれど、フルモデルチェンジするほど人気でもない、という微妙な位置のモデルであったりすることがほとんどです。しかし、登場から早6年以上が経過し、完全にモデル末期となっているホンダフリードに関しては、未だに安定した人気を保っており、2022年上半期、 1>, 1月から6月の販売台数ランキングでは6位。2022年後半に入ってもトップ10前後をキープし続けているのです。現在販売されているフリードは2世代目となっており、直接的なライバルは2022年8月に3代目と、フルモデルチェンジを実施したばかりのトヨタ、シエンタとなります。パワートレインは、 1.5リッターのガソリンとハイブリッドというラインナップ。3列シート点6人、2年人乗り仕様のほか、2列シート点5人乗り仕様の、フリードプラスプラスが用意される豊富なバリエーション展開は、いまだに人気となっている大きな要素の一つと言えるかもしれません。フリードプラスは単に3列目シートを省いただけではなく、 2列目シートがダブルフォールダウン機構を備えたものへと変更され、2室のフルフラット化が可能となっているほか、ユーティリティボードを使うことでセミダブルサイズの、マットレスを敷くことができるほどの広大なスペースを実現しています。またリアゲートの形状も通常モデルとは異なり、バンパーレベルから大きく開くことができるようになっているため、 二室の床もさらに低く拡大され、車中泊を含めたアウトドアアクティビティを楽しんでいるユーザーから、安定した支持を集めているのです。一方、新型となったシエンタにも2列シート店5人乗り仕様は存在しているものの、フリードプラスほどアウトドアアクティビティに特化したものとはなっていないため、 必然的にフリードクラスに人気が集まる形となっていると言えるでしょう。さらに、フリードにのみ設定されているものもあります。それはスポーティーなコンプリートモデルである、モデューロ X、モデューロ X です。ミニバンの使い勝手の良さや快適性をそんなうことなく、意のままに操る走りを追求したモデルで、 かつてスポーツモデルで腕を鳴らしたユーザーにはうってつけの仕様。ガソリン車が295万200円から、ハイブリッド車が325万6000円からとお値段は少々張りますが、専用パーツを量産段階で組み込むことで結果的に後から、パーツを装着するよりも安上がりとなるだけでなく、 通常モデルと同じメーカー保証が備わるという点も魅力となっています。絶妙な価格設定や納期の面でもライバルに勝るフリード。車としての魅力もライバルの新型シエンタに。引けを取らないものとなっているフリードですが、二つ目の重要な要素として価格設定の絶妙さも挙げられます。 現在のフリードのラインナップは装備充実の GK とアウトドアスタイルのクロスオーバー風加色をまとったクロスター K そしてコンプリートカーのモデューロ X という3グレード展開以前あったエントリーグレードの B は廃止加えて2022年6月に行われた一部改良の際に GK をベースに内外装にブラックのアクセントを追加した特別使用者のブラックスタイルも新たにラインナップされています装備も充実しているブラックスタイルのハイブリッドモデルの価格は何人乗り仕様で272万1400円対する新型シエンタのハイブリッドモデルハイブリッド Z は291万円と およそ20万円の価格差があります。さらにフリードはモデル末期ということで値引き額も期待できることから、ナビなどを含めた支払い総額でもフリードの方が有利になるケースが多く、価格にシビアなファミリー層からも支持を集めていると言えるでしょう。そしてここ数年、半導体不足や海外からの、 部品調達の遅れに伴う納期遅れが深刻化する中で、フリードは比較的早い納期となっている点も三つ目の大きな要素となります。トヨタやホンダは各社の公式サイト上で、工場出荷時期名書を公開しています。そこで新型シエンタは、詳しくは、販売店にお問い合わせくださいとだけ記載があり、 超納期化が進んでいる様子が伝わりますが、そもそも一部の仕様は発売が遅れ、2023年4月以降の生産予定となっています。なお一部のトヨタ販売店では、自社の公式サイト上で納期目安を紹介していますが、早いものでガソリン車が3ヶ月以上、ハイブリッド車では半年から1年以上とあり、 使用やグレードによって納期もまちまちである様子がうかがえます。これに対しフリードは一部の販売店では即納可能な在庫があるほか、新規発注でも使用によっては2ヶ月程度で納車が可能となっている点も、車がすぐに必要となったユーザーにとって、大きなアドバンテージとなっていることは間違いありません。 このように車本来の魅力に加えて、価格や納期といった要因も人気を後押ししているフリードは、ユーザーはもとより世界情勢の影響などもあって売りたくても、車を売ることができない販売会社にとってもありがたい存在となっているようです。